はい、皆さんこんにちは、三宅智子です。今回はね、台湾の人気 YouTuber のチェンチェンちゃんとコラボということで。大家好，我是美食专家チェン。チェンチェンちゃんは、6年前ぐらいに銀座のお店に来てくれたことがあって、6年ぶりにお会いできて、今回 YouTube 初コラボ。有一点緊张，而且六年前跟现在看的三宅小俊都一样的可爱。ありがとうございます。可愛い。可愛い。恥ずかしい。今回はチェンチェンちゃんのおすすめのお店に紹介してくれるということなので、いろいろね、食べ歩きして回りたいと思います。今天呢要带米亚 K 小俊来逛宁夏夜市，然后有找了几间有名的店，然后希望米亚 K 小俊会喜欢。はい。じゃあ早速行ってみましょう。イエーイ。イエーイ。レッツゴー。レッツゴー。那首先呢，第一间店为什么会选蚵仔米刷，就是因为呢，我周边超多日本人，只要来台湾，我只要有买蚵仔米刷给他们吃，他们都绝对会中，所以我就特别选了一间。はい、カキ大好きです。カキ、カキ大好き。麺も大好き。ミヤケ社長有吃过蚵仔米刷？麺線は食べたことあります。でもカキは乗ってなかったです。这次的面线跟你想象中的面线是真真不一样的。哦，楽しみです。那我们来点，那我们请米亚可以讲两碗蚵仔米刷。两碗蚵仔米刷。嗯，阿杰。好，等一下，等一下，我来来，我们来点餐，来来，先拍摄。阿杰烧麦，ホルモン烧麦，烧红面线。阿杰的。可以可以可以，我想说，日本国就日本国为什么这么强？全然大丈夫。要可以聊天的那种吗？大致上是可以。すごい。何食べますか？このヤンワン。おすすめはこれ。これ。違うの。双方面線。双方面。ホルモンありますよ。あ、どっちも乗ってる？それも美味しそう。那两碗综合面线。两碗中文面线。違う違う。わかりました。わかりました。パクチー OK、パクチー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  OK。哇，すごいね。すごいですね。现在好像只有我是外国人呢。どうでした？而且这一间的那个カキ，它是从东石，就是台湾很有名产海鲜的地方直送上来的。新鲜。嗯，新鲜。我听得懂了。嬉しい。新鲜。すごい。哦。我吃还是吃？大颗粒！哇，你们的鹅怎么这么大颗？对，而且我们是每天哦，每天新鲜运送的。对，啊，ニンニク，ニンニク，ニンニク，はい，豆瓣辛い、少し甘いも辛いです。甘辛、ラー油辛い、とても辛い、とても辛い、少しいいですよ。そして、少し酢とニンニク、少し辛いはもっと美味しいです。当てるんですよ。哇，好厉害！哦 ，Oh my god！ペラペラ。我们等一下会不会整路，然后大家日文都超好？確かに日本人の方多いですもんね。哦，很多很多。我来了哦，是啊，如果香菜不够再跟我说，好，这都可以再加。好，谢谢。大きい。大きい、こんなにたっぷり乗って、贅沢。因为通常台湾的蚵仔米刷的那个蚵仔，它会就是在里面的会稍微再小一点点，但因为它很新鲜直送，所以它每一颗都超大。哇，这手，いいですか？はい。カキトロトロ。うん。すごい。美味しい。哎呀，嗯，而且它纤维很够，它外面的那个包的那个膜，它其实也没有用到很厚，所以你咬的时候还有那个蚵仔本身的味道，然后又很咸，很棒。旨味がこう凝縮されてますね。而且不愧是新鲜的，都没有那个臭臭的味道。めっちゃくない。它大肠口感很好，ホルモンも。ホルモン。プルプル。ぐるぐる。こっちも全然臭みがないですね。大肠也没有那种臭臭的味道，而且我很怕大肠很硬，很不好咬，可是它的大肠口感很好。全然柔らかい。
米亚 K 小卷可以先慢慢加，然后我自己习惯我都会加蛮多醋的。哎、嗯，これお酢なのに黒いんですか？黒酢？哦，它是黑醋。黒酢。黒酢。黒酢。哎，日本比较多是白醋。ちょっと。そうですね。日本比较多白醋。啊。嗯。然后这是蒜泥，我很喜欢加超多ニンニク。ニンニク大好きです。嗯，私も。ニンニクマシマシ。はい。ジロンラーメン。ニンニクマシマシ。野菜マシマシ。ジロン行くんですか？はいはいはい。ジロンラーメン美味しい。然后我会再加一些辣。ニンニク合う。美味しい。なんか味が全然変わりますね。我觉得蒜头就是所有一切最加分的东西，加进去任何食物都会哇，原本已经很美味，这加上去整个就加成上去。啊，確かに。なんか日本でも食べれるお店ってあるんですか？全然ありますか？啊，我没有吃过哎，有吗？見たことないです。他好像没有看过。哦，我觉得如果有，应该蛮受欢迎的。那你会吃吗？完食，吃完了，吃完了，吃完了。好，看来我这一间有没有获得到米亚 K 小众的喜爱？めちゃくちゃ美味しくて、もうおかわりしたいぐらい。牡蠣も大きくてプルプルで新鮮で、スープも程よい濃さで美味しかったです。よかった、我果然是很会选店的人。那我们接下来呢，就继续往下一间前进。行きましょう。Go。我们刚刚等上菜的时候，经历了一轮点タピオカミルクティー的时间。カキだらけ，全部都是蚵啊！米亚 K 小舅有没有发现这个蚵啊也是很巨？大きい。はい。はい、贅沢ですね。来，豆总，これは我觉得是日本人也会很喜欢的味道。我们接下来呢，这一间叫做圆环蚵啊，真不得了了。一二三四，有的四个米其林，我想米亚可以小众来，一定要让他吃一下厉害的。すごい、嬉しい。楽しみ。之前米亚可以小众有吃过蚵仔煎吗？牡蠣のオムレツは食べたことあります。ここはないです。那这一间呢，可以期待一下。然后我点的全部都是店家おすすめ的餐点。もう牡蠣が本当大好きなんで、すごい嬉しいです。就我们从刚刚第一间是。综合面线里面有牡蛎，现在第二件一样也跟牡蛎满满，所以米亚 K 小舅离开台湾的时候，整个脸就会亮亮的。哦，よくなるかもしれません。カキ。カキで。はい。ね、嬉しい。那我们可以来吃吃看。我们现在吃这个最有名的蚵仔煎，好的这个。哇。这个是蛋，然后里面还要用那个蔬菜，然后跟太白粉。Q Q。啊，レタスも入ってる。日本にはないメニューですね。吃吃看，珍しい。行きます。嗯，このとろみが濃厚で美味しい。很好，而它也是甜甜咸咸的。嗯，美味しい。またこのなんか野菜が合ってる。它就有蔬菜的清甜，又有蚵仔的味道，然后酱料其实还带有点甜味，那微微咸就合在一起刚刚好。バランスがいい。嗯，バランス。バランス。バランス。那 New Balance 怎么讲 ？New Balance。New Balance。New Balance。我想要学习一下日文，跟麦当劳一样 ，McDonald's。台湾だとマクドナルドってなんて言うんですか？麦当劳。麦当劳。はいはいはい。哦，这句最标准。麦当劳。はい。違うんだ。那これはオアジェン。オアジェン。はい。麦当劳小六喜欢吃辣吗？辛すぎるのはダメです。我吃这个很喜欢加一点点辣。ピリ辛は好き。我先帮他试一下，我不确定这个。啊，不会很辣 ，OK。大丈夫。大丈夫。大丈夫。次に。可以加一点试试看。でも、哎呀，这个蚵仔煎有点南部的味道了。なんなんだろう。あ、ば、な、なに、豆瓣醬。はい。あ、有点像豆瓣酱。豆瓣。我有蛋，ピリ辛ぐらいで、嗯，美味しい。这个吼，
感觉可以吃很多份。嗯，好，美味しい。明天想用吃，你看有多干净。我这个，我问一下哪里来的臭小孩。我的ソースが美味しい。嗯，说这个酱比较好吃，甜甜的。这个尼尼库呢是原味的，然后淋了一些，加了一些蒜头，然后旁边用蘸酱可以直接吃。つけて大丈夫です。ちょっとピリ辛。なんか味付けが食べたことない味付け。日本ではあんまりないかもしれない。那种酱，里面的酱有点像五味酱。然后台湾的鹅啊都很喜欢配酱。食べよかミルクティー。嗯。来了，来た。来た。あ、これなんか。50赤字。初めて台湾に来た時に。飲んだかもしれない。6年ぐらい前。六年前。但是这个很多外国的偶像或是明星来喝的蒸奶，很多都是喝五十安。これを。乾杯。乾杯。会太甜吗？甘いの大好きです。甘くしました。大丈夫ですか？もちもち。哎，那这个是半糖，那应该有机会之后可以挑战全糖。嗯。半分打开的感觉，觉得。もっと甘くても全然。他说完全可以再更甜哦。哇，我都喝微糖，比半糖还要少。耶。我对糖真是ダメです。三宅さんだったら100パーいけるかもしれません。甘いの大好き。我们现在呢点的这个是鹅啊汤。いただきます。いただきます。あっさりスープ。那汤头没什么调味，喝起来很鲜，而且又不会让你觉得很重口。さっぱりですね。さっぱり。秋を楽しむって感じ。你咬下去的时候，它的汤头完全不会盖过鹅啊的鲜味。我蛮喜欢这种味道，因为就清清爽爽的。因为它的料好多。哇，しっかり海のカキの味がする。嗯。你看它的这个多肥。嗯。なんか日本だとこんなカキがいっぱい入ってる食べ物っていうのはあんまりない。日本是比较常吃生的カキ，然后直接挖，直接烤来吃。確かに確かに。那你要可以想用比较喜欢吃生的还是熟的？どっちも好きです。カキ自体がもう好き。吃完了。吃完了。耶。美味しかった。なんかさすがミシュランって感じの。那我明天可以想象，如果是你的朋友来，你会推荐他一定要点的一道，你会觉得是哪一道？でも友達が大食いの子が多いから、多分みんな全部食べる。都是大胃王，所以全部都可以点，全部都会点。好，那明天可以想象有喜欢这一个这一间？大好きです。大好き。很喜欢。全部おかわりしたかった。好，那我们接下来就先往下一间 ，Go。我们呢，现在要带明天 K 小众去吃地瓜球。明天 K 小众有吃过地瓜球吗？啊，ないです。ないです。嗨，那我们就一定要去吃，因为很多日本人来都很喜欢吃的地瓜球。走，行きましょう。行きましょう。Go。Go。行列並んでる。再排队。あ、味が違うんですか？味が違いますので、オリジナルとか香草とか。このにも美味しいです。おすすめでいいです。我喜欢吃原味。再一个梅子好了。梅？台湾有那个地瓜薯条会加梅子粉，所以地瓜球加梅子应该蛮不错的。而且这一间呢，之前我每次经过都排非常的长，我也是第一次吃的。雨でもこれだけ並んでるってことは晴れてる日はもっと並んでるってことですよね。我之前经过的时候有看到它排到就是很后面，然后整条都是。所以我就也蛮期待的。紫色。いただきます。
食感が、他说那个咬起来的感觉，买个十包吧，おいしい，おいしい，买一下，你们要吃，很好吃哎，怎么会这样子？都止まらないですね。哎，它炸的比一般的地瓜球还要再厚一点点，它就酥跟 Q 的程度刚刚好，又比地瓜球常见的再厚实一点。我那个，他のところより、谢谢三宅社長、じゃあ我终于吃到了。ありがとうございます。でもこう行列できるの分かりますね。我们来试试看梅子口味的。本当に美味しい。五梅、あ、梅子的味道。梅の香りが、すごい。它梅子的颜色是、なんかこの粉が梅の粉なんですかね。它的这个梅粉味道有点像我们在吃那个番茄，然后沾的那个甘草粉的颜色有点像。これ。いただきます。いただきます。でも一緒に食べると、なんだろう、すごいマッチしてますね。蛮搭的。蛮搭的。它有点。馴染む。它那么是友達。友達。友達。なんか予想より合ってました。なんか食べながら馴染んでいく感じ。あ、喜欢哪一个口味？どちらが好きですか？オリジナルか。どっちも好きですけど、でもやっぱオリジナルがあの芋感がより味わえますね。更重的。那你觉得你原味可以吃几颗？何個だろう？哇，这200、500、500、200、あと200。結構でももちもちだから。ああ。好。美味しい。那我们这间吃的差不多之后，我们就要前进我们的下一家了。はい。Go。これ後で食べよう。はい。Go。Go。臭豆腐 OK。OK OK。宮家小君有吃过臭豆腐吗？あるま。他说有。好き？好き。ダメですか？大好き。あ、よかった。我日本人的朋友很多都不敢吃。匂いはあのすごい匂いと思ったんですけど、食べたら全然美味しかったです。なんか食べてるとそこまでなんか気にならないというか。那个吃下去之后，我觉得那个香气很棒。味がいいからなんかあんまり香りが気にならない。すごいね。问那个宮家小君有想要吃看臭豆腐吗？还是要去吃牛妈妈？でも食べたい。他说想吃。はい。OK。宮家小君没有吃过清蒸的，我最喜欢吃的其实是清蒸的臭豆腐。吃过吗？知らなかったです。要绝对要吃，但是蒸的那种臭豆腐通常比较少会遇到很好吃的。宮家小君应该要去挑战我之前带黑龙去的那一间代记臭豆腐，有一间台北有一间臭到我觉得连我都受不了的一间臭豆腐。宮家小君可以去挑战。本当に結構大丈夫だと思います。宮家小君一定要去拍，然后在吃的当下跟送上来的时候，那个摄影机都要全程录。我之前带外国人吃，然后吃一吃还吐了。普通にすごい食べてみたい。我店家等一下就丢出来。哇，它这个，它这个是先炸之后再剪开，所以它外面这边是脆的，然后中间是就豆腐就是比较嫩的地方。いただきます。いただきます。闻起来没有很臭哎。なんかあの通った時すごい匂うんですけど、なんかここに来てみると全然匂わない。对啊，已经习惯了。いただきます。いただきます。ちょっとサクサク。它的臭味其实没有到很重，然后它外面这一层脆啊，很酥脆。これ美味しいですね。一定要配这个泡菜。キムチなんですか？台湾风。台湾風のキムチなんで。続けみたいな酸味がある。酸酸甜甜的。お店によって結構違うんです。它都是小。哦，对。
每家店家的那个臭豆腐的那个臭味都不太一样，这家我在想，因为可能宁夏夜市现在蛮多观光客，所以它味道就用的比较就是比较平易近人一点。韩国的人多一点，所以米安分享更喜欢这种味道跟口感的。啊，好きです。なんか日本の厚揚げとかはあんまりカリカリしてない、こっちの方が好き。超熟悉，对，而且我发现米安开小就很喜欢酱料，他都会沾好沾满。拉面的味付けとか好きなんで、好みだったらいっぱいつけちゃいます。太好了。苦手だったらそんなにつけないです。台湾のなんかまあ三回ぐらいしか来てないですけど、なんか味付けがすごい好きだと思います。何食べても結構すごい美味しい好み。我觉得台湾很多料理都非常会用酱料，就是各种酱料，而且北中南的酱料的调配方式又有点不太一样，即使是一样的东西，我觉得这个还蛮特别的。啊，台南の味すごい好きかもしれない。我觉得南部的料理米安跟小舅应该都会很喜欢。嗯，今度また。那ぜひ。ぜひ。ちょっと。はい。吃完了，吃完了。好，我们前进下一间，下一间 ，Go Go 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 Go。我们接下来这间是牛妈妈控肉饭，这间呢，它其实它开非常久，60年以上。然后呢，他其实一开始主要是卖牛肉的，但是他最有名的是他的控肉饭。控肉饭，控肉饭，卡古尼大好き。然后我点了那个，因为这里还有那个沙茶炒面也非常有名。然后沙茶，不知道米亚可以小姐有没有吃过这种类型的？台湾風焼きそば，大好き焼きそば。我们怎么办？我们要先吃哪一个？我们先从米亚可以小姐没有吃过的炒面来试试看。焼きそばから。はい。はい。いただきます。いただきます。なんかこんなスープが入ってるのを初めて食べます。台湾有点不太一定，因为有一些汤汁会流很多，啊，有一些会炒到很干。汁多めですね。多めですね。多めです。いただきます。いただきます。麺が結構柔らかいですね。うん。味がすごい絡んでる。嗯，它的那个沙茶味道啊，其实算蛮重的。然后它的肉啊，因为应该是外面有勾那个太白粉，所以它吃起来是有点 Q 软的。台湾有很多沙茶相关的那个食物，像是沙茶炒面，像这种的，或者是像那个火锅，然后里面是放沙茶的也有，或是拿来当沾酱的也有。嗯，美味しい。哦，对，沙茶是鱼做的。なるほど、この肉の旨味と魚介の旨味が合わさってる感じですね。有点像那种直开面的那种鱼的口味。すごい喉越しが良かった。好，那我们吃完面啊，当然就是要来他们最知名的饭的。很多人推荐他的饭，就想说，哎，为什么卖牛肉的店，但是最有名的是他的控肉饭。すごい、お肉がもう本当分厚い。苗天祥，你有吃过这种控肉饭吗？控肉饭食べたことありますか？あ、なんかルーローファンはあるんですけど、これは初めてです。控肉饭。控肉饭是我的大好き。柔らかい、おいしい。私もこっちの方が好きかも。みやけちゃんは喜欢肥肉吗？お肉はもう脂身が大好き。私も。所以控肉饭一定要跟他说肥肉多。
好，接下来这个呢是牛杂汤。すごい、お肉がめちゃめちゃいっぱい。各种牛杂、牛肠啊、牛尾啊、牛肚啊。ホルモン大好き。結構なんかスープにどれも結構生姜が効いてますね。我很喜欢内脏或者是任何鱼类这种类型肉类加姜丝在汤里面，因为它会有一点多了一点姜的那个辛香味，然后你就会觉得很开胃。我也是，我也是，生姜大好。而且我发现米亚可以小众算什么都敢吃，因为其实像羊的味道就还蛮多人就会不太敢吃的，可是它完全可以。あんまり苦手なものないで。好厉害哦！米亚可以小众，这一次来台湾有没有最期待一定要吃到什么东西？还是都吃过了？前もってあこれが食べたいっていうのはなかったんですけど、まあ前回来た時も何食べても美味しいっていうイメージだから。那米亚跟小俊之前来台湾都是拍摄吗？还是自己来玩？一回目はイベントで、だからイベント以外の時間は結構食べ歩きしたんですけど、なんかどこ行っても結構美味しかったです。すごいね。味付けが多分すごい好き。那就是一定要继续的吃下一间呢。这一次就让他带他好好吃个够。那我们这一次吃完这个牛妈妈之后，米亚可以小俊觉得整体感觉怎么样？美味しかったです。美味しかった。なんかこの雰囲気もいいですね。屋台で食べる雰囲気がまた良かった。哦，那米亚黑小就很适合去热炒店，热炒店也有也很有这个氛围。来，我们要吃完了，下一间 ，Go。Go。两位，不好意思，我刚走错了。这一块，这个，它的什么？啊，これ。あ、これか。はい。没事没事 ，OK 的，谢谢。大谢谢。一个噶，这个一定要加，这个是甜辣酱，甜甜辣辣的。好，我先示范一下。耶，結構いっぱいかける。我加超多的，我そんなに？我为了拍摄，我又挤比较少，我平常都是整片都挤。ちょっとだけかけます。他说他加一点点。いただきます。いただきます。这里还有肥肉。お肉も入ってる。お肉も一緒に食べよう。いただきます。干しエビみたいな。入ってエビの風味が。里面有虾米。そうですね。啊，好，那个咸蛋黄。あ、卵。好口，咸的蛋黄，它的肉松蛮好吃的，很香，料很多，但咸蛋黄咸度也刚好。嗯，对。接下来这个就是很有名的，它的猪肝汤。レバーでなんかスープに入ってるの初めて見ました。炒猪肝啊，它可以调成，来听吧。嗯。它这个汤头是用冬菜下去煮的，所以它有那种冬菜的那个甜味，然后再配上那个猪肝，香哎。美味しい。すごいこんなに分厚いのに本当に柔らかい。对，还蛮厚的。哎，厚，但口感又好。吃完了，觉得大家来肉粽跟猪肝汤，那个猪肝的口感真的。このレバーがすごい柔らかくて、でこのレバーの旨味もスープに溶け込んでて、めちゃくちゃ美味しかった。他也要 ，OK。那我一个。真っ黒。
烧仙草。啊，なんかちょっと薬っぽい匂いっていうかなんて言うんでしょう。哦，什么？那个是什么意思？好きい。哇！哇！对呀。啊，すごいいっぱい来た。なるほど。すごい。めちゃめちゃ。すみませんこれ大丈夫ですか？全然大丈夫です。これ、あ、これ。暑いです、暑いです。めちゃめちゃ暑いです。はいはいはい。我们最后一间是豆花庄，想说用一个甜甜的做结尾。なんかでも台湾って言ったら、ちょっとかき氷みたいなイメージがあったから、かき氷も食べたいなと思ってます。寒い。寒くないです。今もスープで温まってる。大丈夫です。大丈夫です。これは串冰。炸冰。串冰。炸冰。好。然后我们分别点的串冰。炸冰。串冰。然后豆花。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 花生汤。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 烧马鸡，烧马鸡，嘿，烧仙草，烧仙草，嘿，这样，啊对，那我们可以开始吃了，要先吃热的吗？还是要先吃？带侬过来，嘿，先吃冰，好，先走了，嘿，嘿，明天可以讲重点的，全部都是磨很 Q 软的那个食物，他刚刚在点的时候，我们就啊。全部都要 Q 软的吗？大家都吓到。確かにもちもちばっかり。嗨，可以先从旁边边边，然后挖一点料，再配一点刨冰。嗨，一緒に。一緒に。いただきます。嗯。これ何味って言うんですか？它是黑糖，黑糖。黒蜜？啊，嗨，黒蜜だ。黒蜜。那豆花也很好喝哎，这个糖这个甜度，那个米亚克小就 OK 吗？もっと甘くても全然。と、温かいのを飲んでもいいですか？あ、これ熱い。いいですか？あ、熱い。先说啊，它冷掉之后会解冻。对。嗨。哎，这个ゼリー，而且下面还有料，哎，啊，本当だ。啊，但是下面的料哈，因为本身喜欢吃豆子类的，所以我全部都点豆子。はい。すごい、初めて食べます。いいですか？はい。あ、熱いよ。うん、うん。初めて食べるやつ。でも、小豆とかこうピーナッツとかいろんな食感があって、美味しいです。这个是只有冬天才会出现的食物，然后它的味道就是那种微甘甜甘甜的。おいしい。嗯。初めて食べました。うん、麻薯、麻糬。焼き餅。はい。すごい粉が、粉の量すごいですね。这个切法就是两个要交叉，然后再交叉。きなこですか？はい。きなこと黒ごま。はい。芝麻。芝麻。ごま。啊，花生跟芝麻口味。这个猫，嘿，芝麻，いいですか？はい。すごいたっぷり。いただきます。啊，嗯，おいしい。Thank you。面白すごい美味しい。我跟大家说，本身不吃麻糬的人，所以呢。只要是我觉得这个麻糬哇有点过于 Q， 就是大家会喜欢的麻糬，好 Q 哦，好美味しい、滑らか、お餅が、嗯，嗯，而且它的 Q 是会弹的那一种，嗯，而且它芝麻很香，ねっとり、滑らかな感じで、我来试看花生。哇，这个喜欢麻糬的一定爱死。花生的比较甜，我比较喜欢甜一点的。ピーナッツの方が甘いね。嗯。このごまの風味も美味しい。嗯。芝麻口味蛮好吃的。嗯。我好き。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい。ということで今回はセンセンちゃんと台湾の夜市をいろいろ行ったんですけど、
本当に全部めちゃくちゃ美味しかったです。よかった。もう本当にね、美味しいお店ばっかり紹介してもらって、はい、美味しいものたくさん食べられました。皆さんもぜひ、ね、台湾に来た際はいろいろね、夜市回って美味しいもの食べてみてください。はい、そしてチェンチェンさんのチャンネルでも動画出てますので、皆さんぜひそちらもご覧ください。はい、YouTube とか、ね、Instagram とかいろいろやってますので、はい、皆さんぜひそちらもフォローしてみてください。大家记得订阅我，然后谢谢米亚 K 小俊找我来找我玩，拜拜拜拜。